ウトドア&フィッシングプレゼンテッドバイ富士工業。K-MIX をお聞きの皆様、おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ、世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて本日のゲストは、先週に続きましてロッドビルダーの対馬久也さんです。先週はそもそもの釣りとの出会いから、その魅力にはまった経緯、またプロアングラーの仙道隆さん、そしてそのお兄さんのバスロッドブランドセディション代表仙道明さんとのお付き合いや、ロッドビルダーになった背景などいろいろと伺いました。今週は対馬さんの現在の釣りの楽しみ方、そしてセディション所属のロッドビルダーの仕事についてさらにお聞きしていきます。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続きましてロッドビルダーの対馬久也さんです。おはようございます。おはようございます。先週ありがとうございました。ありがとうございます。青森ご出身ということで、釣りとの出会いから、プロアングラーの仙道隆さんの出会いとか、そのお兄さんの、仙道明さんと出会って、なぜかその京都のお宅で謎の共同生活と、いうところまでをですね伺ったので、まあ今回はですね、まあそういうかなり過去のヒストリーを伺ったんですけど、まあちょっと今現在、ロッドビルダーの、対馬さんにフォーカスということで伺いたいと思いますが、今現在は、青森在住と。そうです、いうことですけども、現在はまた釣りについて伺いますけど、プライベートではどんな風に釣りを楽しまれているんでしょうかと。今はですね、セディションロッドなどを使って、まあ、一応ブラックバス用の竿ということになってるんですけど、ブラックバス以外の青森ならではというか、はい、まあ、ソルトとかの、はい、マダイ、船での、マダイとか、ロックフィッシュとか、そういう感じでテストするしたりとかですね。あとは、はい、投げ釣りが好きなので、磯で投げ釣りとかをしたりとかしてます。餌釣りですけど、はい、やっぱりあれですよね、もう仕事がロッドビルダーってことなんで、そうです、まあ、どれぐらいの比率かわからないけど、プロトタイプだとか新しく作ったロッドとかを、まあ、テストするっていうようなニュアンスでいろいろ釣りをするっていうことと、ね、まあプラス楽しむための釣りもこうやりながらって、ね、そんな感じですかね。そうですね、うん、じゃあほとんど海が中心で、今あまりバスフィッシングの方は。そうですね、やっぱ野池がちょっとメインなので、はいはい、いい点はなので、一旦バス釣りをあんまりしてなくてですね、はいはいはい、ソルトをメインで やってるようにしてます。なるほど、わかりました、はい、それと先週なんとなくセディション代表の仙道明さん宅の共同生活で話が終わっててですね、具体的にそのロッドビルディングを始めたきっかけみたいなところだとか、それが面白い、どういうふうに面白くなっていったみたいなあたりって、実は先週聞けてなくてですね。あ、この辺はどうですか。はい、ロッドビルディングはその後京都にみんな住んでたところから、うんうんうん、霞ヶ浦 のほとりというか土浦市、茨城県土浦市にみんなで移住しました。はいはいはい。で僕も同時に茨城県に行きまして、はい、でそこでセディション立ち上げということで、うんうん、まあでもプロトとか組んだりするのどうするってなりまして、でさっき言ったように先週言ったようにですね、一番
手先が器用だと自分がやることになりまして、ソフト作りとか、はいはいはい、でそこから本当最初からプロとして始めたりして、ええ、でハンドメイド部門も最初はあったので、まあ、今もあるんですけど、ええ、それの組み立てとかそういうのもトータルして修理とかですね、はい、自分やるようになりました、はいはいはい、ここで僕もまた疑問というか質問なんですけど、はい、なんかかなり専門的な仕事じゃないですか、そのロッドを組み立てるとかって、それ、はい、いきなりプロとして始めたいとおっしゃってるんですけど、はい、これは誰かに教わらなくてもできるもんなんですか、はい、どうやって学んだのかなと思ったんですよ。まあちょっと昔からやってる人とかに聞いたりとかって最初したんですけど、こう結構なんていうんですかね、割と独学なところもありまして、はいはい、でなんであんまり聞けなかったかというとですね、工場にあるようなラッピングマシン、なんかミシンモーターで動く機械がを入手しまして、それが一番プロっぽいなっていうことで、はい、一番プロっぽくなんかこう見えるっていうか、はい、まあ、形ですよ。なるほどなるほど。それを使ったことある人は誰もいなくてですね、結局プロっぽいんで逆になるほど、はい、だから自分で考えるしかなかったくてですね、はあ、はい、だから結構なんていうんですかね、違うというかスタートが違うというか、でそこで外国のの機会なんで、うん、なんか外国の人がやってる動画とか YouTube とかから引っ張り出してきて、はい、なんか英語全然わかんないんですけど、うん、それでなんかなんとかこういう感じかなみたいな感じで、うん、やってみたいな感じですね。はあ、ほぼ独学に近いですね、それ。かもしれないですね、ね、割と。はい。いや、最近例えば釣りを教えてくれる人がいないから。YouTube で覚えましたっていう人ただ聞いてますが、まさかロッドビルディングの世界で外国の YouTube の映像を見ながらこうやってやるんだみたいなことをこう試行錯誤していくっていう、なかなか大変なねことだなと思ってびっくりしました。そうですね、なんかそういう感じでこれやってみました。まあ、うん、基本というか、うんうん、まあ、富士工業さん の、 カタログとかで書いてある、うん、基本的な部分とか、そういうところはもちろん、押さえてはいたんですけど、なるほどね、はいはい、それプラス機械の使い方ということで、うん、まあ、本当試行錯誤、外国の人のビデオを見てみたいな感じです。なるほど、はい、あと、まあ京都から茨城、霞ヶ浦のほとりへ移住ということなんですが、そこから数年間こう仙道明さんとご一緒してて、この期間ってその何だろう、今手先が器用なのは僕だったって話なんですけど、その明さん と、対馬さんってこう仕事の分担みたいなのはどういう風になってるんですか。企画とか、うん、まあ、社長業的なものがやっぱり、うん、仙道明さんがやってまして、まあ、修理とかプロット作りとか、うん、まあ、プロットを決めたのを実際形にしていくとか、うん、っていうのが自分がやったりして、はい、みたいな感じ。ただなんとなくこう、茨城に行った時はもうなんかこう、なんていうんですか、ブレインストーミングっていうか、なんかこう話しながらなんか進めていくような感じで、はいはいはい、なんかだべりの延長みたいな感じで、なんかどんどんこうやってみるとか、ああやってみるみたいな感じで、うん、なんか分担っていうほどの分担でもないというか。ああ、なるほどね。はいはい。はい、そんな感じでやってました。はあ、でそういう数年間があって、はい、まあ、今から何年か前に、対馬さんのお父様の具合が悪くなったことをきっかけに実家の青森に帰られたと。はい、はい、そうですね、はい、介護みたいな感じで。ああ、なるほど、ね、はい、はい、まあ、いろいろ問題というか、そのまあなんていうんですか、ありまして、うん、でそれでまあ通いではちょっとこなしきれないなと思ったんで、一旦戻ろうかなみたいな感じで、はい、青森戻ってきたような感じです。はいはいはい。で、まあ、今までご一緒だったので、まあ、はい、明確な役割分担、もちろんその
あの明さんの方が社長業ってことですので、ある種その経営ってことがあると思うんですけど、まあ、あの一緒だったんでなんとなくこう一緒にブレストしながらこう進んでいくみたいな話だったと思うんですけど、こう離れちゃったわけじゃないですか、物理的に。そうですね。でそうなると、あの、茨城に住んでる明さん社長と青森に住んでる対馬さんっていうのは、まあ、はい、あのまあ、ご一緒になった時からこう変化したわけじゃないですか。そうですね。その辺こう仕事にどんな影響を与えたりとか、あるいは今現在どういう連携で仕事してるのかってあたりはどうでしょう。まあやっぱり結構 変化があってやりにくくなったんですけど、最初は、まあ、だんだんそれも慣れてきたというか、はいはい、なんで あんまり変わらずというか、あ、そうなんですね、こっちでバーって作って、はい、はい、こっちからもう発送しちゃってみたいな、ものもありますし、ハンドメイド系のやつとかも、はい、なるほど。で最初やりにくかったんで、まあ、どうしていくかっていろいろ考えたんですけど、まあ、なんとかなったみたいな感じですね。なるほどね。まあ、はい、まあね、あのな謎の共同生活の京都からあの、ね、茨城までのかなり長い期間共同生活をしてるんで、あうんの呼吸ですね、はい、きっとね、うん、そうですね、うん、まあそんな、流れで、今は、はい、茨城の明さんと青森の対馬さんとの、絶妙な連携によって成り立っているセディションという、はい、ことだと思うんですけど、はい、ここからはですね、まあ、この番組、ロッドビルダーの方多数出られてて、はい、まあ、ベースになるところはね、結構共通するスキルだと思うんですけど、結構それぞれみんな思いがあってですね、はいはいはい、これを聞くのは結構面白いんですよ、はい、それで、対馬さんとしてその、まあ、YouTube で学んだとかいろいろありましたけど、そのロッドビルダーとして そのこだわりとか、はい、その大切にしていること、このあたりはどういうふうに考えられるかなというところなんですけど、まあ組み立ててやるものに関してやっぱなんていうんですか、綺麗にやるとかそういうところなんですけど、うん、まあ、技術的なものというか、うん、まあ、新しい技術もありますし古い技術もあると思うんですけど、なんかどちらにもとらわれすぎないようにという言ったらあれなんですけど、はい、まあ、新しい古いものをこう大事にしつつでも新しいものを、うん、こう取り入れるのに、うん、音になんていうんですかね、後ろに回らないというか、なるほどなるほど、そんな感じかなと思います、うん、そのなんだろうな、古くからあるものって例えばこうベースになるこう技術とかスキルあたりだと思うんですけど、新しいものっていうのは、はい、例えばあれですか、例えば素材が変わるとか、あるいは、ね、あるいは作り方にもこう新しい技術が生まれたりするわけなんでしょうか。そうですね、やっぱトレンドみたいな、うん、流行りみたいなのがあるので、あ、そうなんですね、はい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 、警戒に差もなってきてますし、うん、ただこう警戒っていうものに関してあんま考えすぎると、うん、まあ実際使ってみてどうなのかっていう、その、うん、なんていうんですかね、店頭で触った時はよく感じてもとかってこともあって、うん、まあ、ガイド系の大きさとかもそうなんですけど、富士工業さんの方で、うん、まあ、出してるやっぱガイドとかも内径が大きくでも軽くっていうなってるっていうのは、そういうことになるんです、はいはい、でもそこにあまりこうなんていうんですかね、固執しすぎずとか、まあ、そういうトータルで考えてっていうところですかね、うん、はいはい、はい、なんだろうな、僕も釣りをするので、はい、また質問になっちゃうんですけど、はい、過去のロッドビルダーの方だと、まあ多いのは割とそのカスタムっていうかオーダーで作っていくっていうのとが結構多くて、でその中でもそのオーダーで作るものと、あと自分のブランドを別個に作って既製品として作っていくっていうのがあると思うんですけど、セディションの場合はどっちかというとメインはオリジナル その完成品のロッドですよね。そうですね、メーカーなので、ですよね。でそれってさっきおっしゃったように、その何だろう、完成品のロッドメーカーってまあ数多くあるじゃないですか。そうですね、多分その言い方あれですけど、こう専門メーカーからこう総合メーカーいろいろあると思うんですけど、
そのどの辺でそのセディションの個性とか特徴を出していくとかっていうあたりは結構その辺の戦略ってなんか、はい、大事だし大切にされてるんじゃないかと思うんですけど、その辺ってどうなんですかね。いや、やっぱりまず社長の仙道明さんが、うんうん、ちょっと変わってるんで、やっぱり基本的に。いやね、本当ちょっと YouTube のアーカイブでリスナーの方に聞いてね、聞き逃した方聞いてもらいたいんですけど、まあ面白いですよね、ノリが。そうなんですよ、ちょっと独自性が強いんで。あ、そうですね、なんかもう独自性強いですね、うん、そのカラーをちょっと抑えようかっていうぐらい、うん、自分が言うこともあるぐらいちょっと独自性に富んでるんでなるほどね、はい、なんですよね、だからちょっと、まあ、そういった意味でちょっと天才なのかなと思ったりするんですけど。あ、ちょっと天才肌な感じしますもんね、はい、うん、まあ、手前味噌みたいな感じにはなりますけど、うん、でも、あとはもう、ね、別に勝手に個性が出ちゃって、むしろそれ抑え、うん、ちょっと抑えますかみたいな感じの、うん、なんていうか話し合いが行われることもあるので、ね、いやなんかね、だんだん想像ついてきました。ちょっと対馬さんとは今回リモートなんで、ぜひ、はい、釣りフェスティバルとかでお会いできればと思うんですけど、そうそうですね、はい、多分仙道さんがぶっちぎって走っていっちゃうと多分お客さんもついてこれないものになってしまいそうなので、対馬さんが、はいはい、いや明さんこの気持ち分かるけどこの辺がいいさじ加減じゃないですかみたいな、はい、落としどころを2人で考えていくっていうのがなんとなくね、想像に浮かびました。そんな時もあります、やっぱり。なるほどなるほど、はい、ちょっと話それるんですけどね、はい、まあ、ずっとなんだろう、仙道隆さんの出会いからお兄さんの明さんというつながりで、はい、まあ、長い付き合いだと思うんですけど、さっき言った、はい、独自性が強すぎるって話がありましたけど、対馬さんにとって、仙道明さんってどんな存在ですかね。その師匠って感じなのか、それともお兄ちゃんなのか。ああ、まあ、あだ名が兄貴っていうの、あ、そうですよね、けど雑誌と出てる時の、うん、なんで結構もう兄貴っていう感じだと思いますね、自分的には。なるほどね、はい、そういう本当そのままっていうか、そのままでもうなんか、はい、共同生活も長いし、そうなるとそう、ね、なんとなく家族な感じですよね。そうですね、親戚だと思われる時もあるんで、うん、はいはいはい、だからそういう、はい、そうですね、はい、兄みたいな感覚というか、はいはいはい、最初というかそういう感じでしたね。なるほどね、はい、まあ、ここであれですね、ちょっと はい、まあ先ほどの話と被るんですけど、その、はい、まあ、普通割とロードビルダーっていう方だと、まあ、お客さんのニーズに合わせてハンドメイドで作るっていうところから、まあ、どちらかというと、はい、ロードビルディングなんだけど、まあ、メーカーであるとはい、いうことですけども、なんだろうな、まあ、多分そのメーカーにしてもその専門メーカーで、まあ、言い方あれですけど企業サイズとしては小さいと思うんですけど、やっぱり、ね、セディションのなんていうかな、その、まあ、ある種その手作りで作られていくこのオリジナルドットっていうところの、はい、まあ、魅力というか、ここがやっぱりそのセディションならではなんだとか、その辺のなんか、はい、セールストークって言ったらあれなんですけどはいはい、セディションとはというところなんですけど、その辺はどうですかね、はいはいはい、まあ、あんまりそういう得意じゃない方なんですけど、うん、そういうことを言うのはただ、ええ、あんまりセールストークとか、ええ、まあ、全員苦手なんですね、社長も含めて。あ、なるほどね。なんですけど、うん、さっき言ったそのまあ強すぎるカラー感があるんですけど、うんうん、これって本当はスタンダードだったんじゃないってことにもなったりするんですよ。お客さんが知らずに触ってもらったりとかして、はいはいはい、イベントとかこれ新しいけどこれってなんでもともとなかったのかなって言ってくれるお客さんも結構いまして、
なんかそういうところかなっていう。だからもうそのカラーの前面に出して、うん、まあ知ってる人は知ってる人のなんていうんですかね、ファンの方とか、あ、そっかそっか、が買ってくれたりとか、うんうん、でも知らない人もイベントで触っていただいて、うん、そのこれって新しいスタンダードじゃないのとか言ってくれる方とか、うんうん、そういうなんかこう独自なんですけど、独自というかその突っ走ってるんですけど、うん、それがある意味 なぜこれがあれなんだみたいな、うんうん、なかったんだ、そういうなんか感覚ですかね。はあ、まあ、よくあの、はい、なんかそうですよね。ません。いやいや、あのよくあのちょっとこう尖ってるとか今までなかったとかっていうのを、はい、あの割とこう先端的 に例えばその市場にリリースしたときに、まあ、それが受け入れられた先に、あ、これってスタンダードだよねっていうところにこう、はい、なっていくっていうのはよくわかる気がしますね。はいはいはい、うん、はいはいはい、うん、まあ、あのそんな、セディションのこうポリシーというか方向性を聞いて、はい、るわけですが、だんだん後半も後半ということで、はい、いつも最後の方に聞いてるのは、まあ、はい、現状そんな、ロッドビルダーとしてのご活躍なんですけども、今後ですよね、対馬さんとして、今後のその目標だったりとか、こういう方向性を まだまだ極めたいとか分かんないですけど、何か、はい、ありましたら、教えていただけますでしょうかと。はい、はい、まあ、まあ、僕の目標っていうか分かんないですけど、うん、まあ、せっかくこの富士工業さんと縁をしたので、なんか富士工業さんで作ってるロットラッパーとか、うん、そういったビルディング関係のやつとか、うん、そういうものにお手伝いできたらいいなと思って、ね、なるほど、ロットビルダーさんと一緒に含めて、はいはいはい、はい、なんか新しいビルダー目線で、うん、あのなんていうんですか、使えるあのアイテムというか増やしていったり、ね、改良していったら楽しいかなと思ってます。多分その、はい、完成した一つ の釣り竿ロッドも、まあ、もちろんそれがこう中心にはなると思うけど、多分その周辺になんか、はい、あ、これってあったらいいよねとか、これあったらすごくかっこいいとか、 ありがたいとかってありそうですもんね、はい、いろいろね。そうですね、うん、はい、2週にわたってですね、なかなか興味深いお話をいろいろありがとうございました。はい、ということで本日はロッドビルダーの対馬久弥さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士工業オリジナルエコバッグをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとエコバッグ希望と書いて送ってください。そしてその際には番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りしました。